今回はまかないのアメリカンクラブハウスサンドを紹介します。3枚のパンをトーストしてベーコン、トマト、レタス、ターキー、マヨネーズを挟んだものが一般ですが、中華風にアレンジしたサンドを作りました。
今回はまかないのアメリカンクラブハウスサンドを紹介しました。中華の材料で作りましたが、入れ物はお好みで作るのがいいでしょう。このチャンネルでは中華料理を始める方や中華鍋を使って趣味で料理を作りたい方や作る様子を見るのが好きな方に向けて作っています。参考になりましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。